キビはイネカの一年草で穀物の一種。日本では五国の一つとされる。東アジアから中央アジアにかけての大陸性気候の温帯地域が原産地と考えられている。ただ起源はユーラシア大陸起源説、東アジア起源説があるがはっきりしていない。ヨーロッパ、中央アジア、インド、中国など有史以前から広く栽培されていた。 紀元前新石器時代からの人類の食用穀物で、中国の河北地方では、阿波と共に古代の主要穀物であった。日本へは、阿波、冷え、稲などよりも遅くトライしたと考えられている。万葉集に、キビの記述がある通り日本では、古くから親しまれており、道は、桃太郎の作中に登場する、キビ団子は有名である。なお、北海道に導入されたのは、 明治時代になってからである。成長すると、草丈1メートル程度になり、夏から秋にかけて、茎の先に20センチメートル程度の穂ができ、垂れ下がる。秋に花が咲き、黄色い実がなる。実が黄色であることから、孔実る、木々となったとするのが有力な古幻説である。実は泡より少し大きい。泡と同様に売る知種と、もち種がある。実をそのまま炊いて、 上にして食用にしたり、粉にして餅や団子などにしたりする。キビは米と一緒に1、2割の割合で混ぜて炊飯されたりもされ、米飯よりも甘みと少しのほろ苦みが加わる。古代中国の総本書、食物本草によれば味は甘く性質は温で、毒はない。気を液し、脾臓や胃の働きを助ける作用がある。とある。キビの独特の甘みは、 人によってしつこい味と評される場合があるが、豆類と一緒に炊き込むと豆の旨味を引き出して美味しいに評価が変わるとも言われており、相性の良い食材と一緒に調理されることで美味しく食べられる。炊きたての餅きびをすり鉢に入れてついたものは黄色い餅になり、それを丸めるときび団子となる。岡山県のきび団子ももともとはきび団子の一種で、 その名の通りキビコを原料としていた。キビとキビの語呂合わせから、キビ団子と書かれるようになった。現在では、キビコを使わずに、白玉粉などで作られることも多い。桃太郎伝説に登場するキビ団子は、キビで作られた団子であり、江戸時代末期になって登場したキビ団子ではない。モロコシをキビと呼ぶ地方では、本種をコキビと呼ぶ。佐藤キビを、 君と呼ぶ地方もある。ありがとうございます。